見てくれてありがとうございます。10月の5日、10日、11日に大阪南港に野鳥観察に行きました。そのご報告をさせていただきます。まあ雨がついた日もありましたが、まあだいたい昼から干潮なので、まずさえずりの丘、羽ばたきの丘の探調をしました。ズボンにですね、ひっつき虫がいっぱいついてたんですね。荒れ地盗人の萩の実がいっぱいありましたね。気をつけないといけません。幹に溜まった水をヒドリが飲んでいましたね。コトコト音がするんで見ますと、コゲラがいましたね。秋だなと思います。コゲラがまた戻ってきました。すごく大きな音でしたね。コゲラと一緒にシジュウガラやメジロやヤマガラもいました。これはね、なかなかね撮影できなかったから、ここシジュウガラですね。結構ですね、さえずりの丘に行く手前のですね、中央島に行く道にも、中央島からさえずりの丘の道にもの小鳥がいるんですね。メジロもいましたね。可愛らしいメジロがいました。群れだったんですけどね、一つ一つ大きく映しますと群れは見えないんですけれども、まあこんな風にですね、いましたね。これはさえずりの丘の方でしたかな。山柄を見たんですね。これたった1羽だけでしたね、群れの中で。山柄、そしてトゥトゥルトゥ、おおトゥトゥルトゥ、おおと、まあね、キジバトがいましたね。これ結構ね、人を見てなくて無神経のように見えますが、歩いて近づくと言いますね。エゾビタキもいました。これが人懐っこい。これこの一瞬しかお見せしてませんが、歩くたびに私の前にね飛んでくるんですよね。ですのでね、膨大な時間取ったんですかね。でお腹が白い、胸が白い小雨ビタキもいました。先ほどの映像ビタキが黒い筋がいってるんですけどね、それ全くないですね。いやいや、もう大阪南港も秋、小鳥だらけになってきましたよ。これオールリーだと思うんですけどね、オールリーのメスもいましたね。えのきと書いてある看板のところに止まってましたね。これもですね、神経質じゃなかったですね。ずっと止まってるんですね。うん、ジョウビタキのメスにも似てるんですけど、オールリーのメスだと思いますよ。ジョウビタキはまだ早いですよね。まあ詳しい方、コメントで書いていただいて嬉しいです。またいつものこと言いますが、45年野鳥観察してきた超ベテランでなくて超初心者、キビタキのオスもいましたね。これね、3回行ったんだけど、1回だけ、この時一瞬だけですね。結構やっぱ派手なんで、繁殖期が終わりますと神経質になって目立たないように生きてますね。きっといるんだけれど出会わないということですね。これで終わりです。キビタキのメスだと思うんですけどね。こちらの方が、うん、堂々といましたよね。いやいや、いろんな見れますよ。
虫食いもいましたね、私虫食いなかなか難しいです。メボソ虫食い、大虫食い、まあ今の時期的に考えたら大虫食いなのだと思いますけれども、これもちょこちょこ動くんですね。すごいでしょ、大阪のビルの間にある南港です、街中ですが、虫食いも見ました。まあカメラがですね比較的他の方より軽いんでね、いろいろ歩き回るんです。展望塔からですねモズが見えましたね。10月の11日です。このモズね、こっちに止まれ、あっちに止まれとしていましたね。10月10日、こちらにも止まりました。11日10日連続で来たんですね。まあ近所ですからねすぐ帰るんですけどね。これ展望塔の中から見たんですね。カワセミもいましたね。そして次はシギチドリを見ようと風景を眺めました。まあ8月より数は減ってるように思いますよ。ものすごいいましたからね、青アシギとかですね。まあでもいましたね。青アシギは真正面に来ましたんで結構鮮明に撮れましたね。まあこう見ますとですねスラッとしてますね、淡い茂は。でね、まあ私も図鑑を横に置いて見ないと、一つや二つだけの場合はこうアワシギとアワシギの区別がなかなか難しい。まあ一緒にいますとね、小さい方がこうアワシギと思うんですけどね。まあ楽しみです。図鑑を見ながら見るのもですね楽しいですね。何か魚を加えたんです、これ。本当にねちょこちょこね、北の観察所とかね展望塔、まあ中心の展望塔と行ったり来たりしますからね、私の場合は。だからまあよくご存知な方は風景から、あ北から見てるなとか中央塔から見てるな、気がつかれると思いますが、なので中央塔だけで構えてる方が気づかない鳥にも見ることができるんですね。さて、これはソリハシギだったかな、あキアシシギか、すいません、キアシギですね。これも膨大に来とったんですけど数が少なかった。イソシギもいましたね。これもね、結構長い間いますんでね、一年中見れますんでね、数が少ない、群れで行動するんじゃなくてね個別で生きてますね。あすいません、
これヤキヤシギです。さっきスリハシギだったかな、もう本当にね、これヤキヤシギですね。もう本当にね、猛録してるというか。で、当年がですね、10月5日ですね、秋の最初ぐらい、あの数、この北から見てるのはお分かりだと思うんですけどね、一回行かれたら分かると思う。こういうゴツゴツした場所がありましてね、そこから見えましたね。はい、これがソリヤシギですね。ソリヤシギも中央と展望塔の方で真下に来てくれたんで、これよく分かりますね。くじばしが上に沿ってますね、ソリヤシギ。いろんな見れますでしょね。ただこれでもね、見えてるんだけど数が少なくなってると思います。なのでもうそろそろ四季地通り終わりかな。これがですね、つるしぎですね。よかった、これももしかしたら抜ける手前かもしれませんね。つるしぎ、なぜつるしぎかというと、これちょっと拡大してみますよ。くちばしの元のところがですね、赤くなってますね。下くちばしだけ赤くなってます。上は黒い筋見えますかね。下のくちばしが赤色なんで、つるしぎなんですね。両方がくちばしの根元が両方赤ならば赤しぎなんです。赤しぎもいるんですけどね、見たんですけどね、この日。いやいや、つるはししぎ、あ、ごめんなさい、つるしぎ、これはね、夏場になんですがね、全体黒っぽいでしょ。だから全然違いますね、つるしぎ。そしてね、これつるし、赤い足でつるしぎですね。でね、トリオでね、3つセットだったんですね。これの後でついて回るように、小青足かもしれません。ちょっと小型なんでね、青足と、そして、襟巻き足なんですね。この3つが襟巻き足、実は私、これ遠くの池なんでね、識別できないけど、ものすごく詳しい方が前を置いた襟巻き式だっておっしゃってたんでね、襟巻き式なんだろうなと思って見てるんですけどね、本当にこの池遠いです。私のカメラのおかげで見えてるようなもんでね。襟巻き式、つるし式、小青足がもうセットでいましたね。襟巻き式はね、夏場目は首の周りはくるりマフラーをしてるようになるんですよね。日本では見ることはほとんどありませんが、これは襟巻き主義の、もし上手に見れた時の様子ですね。オーソリハシギも一つ二つ私がいない時に見たんです。これは以前私が見た時のオーソリハシギです。こういうのも でかいですしね、くちばしが上に沿ってるんですね。これもね、いなかったんですよ、秋にはね。夏にはいたんですね。特に胸黒はこの大きい方が大膳、ちょうど2つがセットでいたんで分かりやすい。下手前のスラッとしてる小型が胸黒です。これもね、1羽ずつ言いますと分かりにくいですね、はっきり言って。2つが一緒におるから大きさがね、あ、スマートだなとかでかいなと分かるんですけどね。胸黒は数いたんですね、8月、でもね、秋のね、今の時期10月10日前後はですね、いなかったですね。セイタカシギも8月ちょこちょこ来ました。私も見ようとしました。昨日も来たけど今日はいないなというような感じでね、もう本当なんかおみくじに、スカを食らうような感じで見てないんですが、コチドリがいましたね、8月には。だから8月も秋と、8月の末、9月の上旬は秋と考えますと、長い時期ね、だらだらいろいろ来るんですね。千鳥類はその先に来たんかな。これコチドリ、白千鳥、さっきのコチドリが首の前の黒いのが輪がきちんとついてるんですが、こちらはですね、白千鳥は分かりにくいですけどね、前が離れてるんです。またで、メダイ千鳥も8月9月上旬には来てましたけどね。メダイ千鳥、秋の10月10日前後には見ませんでした。いや
でも大阪南港に訪れる敷地鳥はいろいろ面白いですよ。これもね、北の観察場に行った人が見れたんですけど、私は行ってますからね。8月の末、強状式がいましたね。これ強状式、パーンとひっくり返す。力強いですよ、これ。小型ですから。おばしきもいましたね。この風景で北の観察場でわかると思うんですよね。強状式、おばしきも見たんですが、10月10日は見ていません。でもね、何に会えるのかなという感じで行かれたらいいと思いますよ。今敷地鳥の季節はもう終わりかけですけどね、先ほど言いましたように、その羽ばたきの丘、さえずりの丘等でですね、小鳥が見れますんでね。敷地鳥もね、終わるとですね、カモの仲間がいっぱい来ると思うんですね。敷地鳥もまだ来るかもしれません。来ると思いますよ。数は減りますが。ヘラサギとかですね。面白いのが来ますよ、ここは。ミサゴは例によって、ここはミサゴは必ず見れますね。11日は泊まりが少なかった、木の上に泊まるミサゴ少なかったですけどね。こんな風に。結構堂々として美しい鷹、ミサゴが見れますね。これ面白い撮り方ですね。上から急降下じゃなくてね、飛行機の滑走のように今撮ったんですよ、何か獲物を。飛行場の飛行機が飛び上がるような感じでね、面白い撮り方をしましたが、ミサゴですね。これもこれ何でしょうね。これ結構ね、魚が多いですね。トビがですね、やはりこうやって止まってるのを見ますと、尾っぽがですね、真ん中がへこんで、他の鷹と典型的に違いますね。他の鷹は膨らんでますから、へこんでますよね。トビだけです、ワシタカの仲間で。いやー、堂々としてますよ。ワシタカの仲間で 大きい方ですからね。いやー、堂々としてで、この日ね、10日ですから、風が強かったんですね。そして風が強いから、これ餌を取ってんのかな、何してんのかな。もうこの辺りでですね、トビがですね、わっと木の中が出てきたり、まあ5、6羽ですかね。要するにね、気流に乗ってるんですよね。気持ちいいの、もうタコみたいなものですよね。もしかしたらなんか虫が通ると食べてるのかもしれませんね。いや、これ雄大な感じで良かったですよ。トビの軍団がですね、いた。アオサギはね、何か使わないと、これ魚だと思うんですけどね。何でしょうね、これ。なんか形、パッと腰が折れてるようなの見ると、なんかエビのようにも見えますけどね。何でしょうね、魚だと思うんですけどね、何でしょうね、これ。もしこれ食べづらいとしたトゲがあって、タケノコメバルとかですね、カサゴとかですね、そういうものかもしれませんし、大きいから食べにくいのかもしれない。ダイサギもいましたね。まあ、小サギもいるんですけどね。アオサギ、ダイサギ、小サギ、まあ私よくわからないですけど、もうすぐね、展望塔行きますとね、あれは中大サギだとかね、もう本当に勉強されてる方ってね、中大サギと大サギの違いとかね、もう話してるの聞くんですけどね、うわすごいな、感動しましたね。また勉強になりますね。カイツブリがいましたね。
話してる人の聞いたんですかね、こういつも来てるおられる方がね、この前アオサギやカイツブリを飲み込んだよ、うわっという感じですね。見たかったな、あのそういう恐ろしい場面を見たいというんじゃなくて、そういう生態を見たいですね、でこういうねカルガモもいますよね。カルガモでカモがいろいろ来てるかなと思ったんですけどね、カモはカルガモと、まあ、周りにはでこれ子ガモですね。子ガモがいました。子ガモがいましたね。あとマガモもね、なんかいついてんのがいますよね。まだ大舞台は来てないですね。見てくれてありがとうございます。あー大阪なんかはね面白いですよ。これからもちょくちょく行こうと思っています。これからもよろしくお願いします。見てくれて本当にありがとうございます。失礼します。